通行量の多い名古屋市内の国道青信号で直進していると、次の瞬間黒いワンボックスカーが激しく横転しましたもう一度よく見てみると車体が弾み外れたタイヤが勢いよく転がっています これは先月26日午前11時半ごろ名古屋市南区の国道1号線の交差点でドライブレコーダーが捉えた映像です。こう語るるのののののは事事故故をを目撃撃した30代の男性交差点から2台後ろの車の中にいても衝撃を感じるほどの事故 どんな状況で起きたのでしょうか事故が起きたのは片側四車線の交差点男性によりますと反対車線から右折してきた車の後を追って黒いワンボックスカーも右折すると直進していた白い車と衝突し勢いよく横転しましたその弾みで左後ろのタイヤが外れ転がったということです 転がっていくタイヤも勢いよく転がっていたのでまあそれも歩道の方に転がっていたから大丈夫かなみたいな感じで行方を追っていたって感じですけど転がったタイヤは道路脇の円積にぶつかって止まっていました車には初心者マークがついているように見えます事故の後男性はすぐに横転した車に駆け寄りました車は運転席が地面側に どういう状況かって見てみたんですけど、その時はもうぐったりしてて、右手の,あの指から少なくない量の血は垂れてたって感じですか、ね。窓ガラスで腕を切ってるというふうに警察の方、言ってたんで、通行量の多い国道で撮影された映像。外れたタイヤが歩行者に当たっていたら、大惨事になりかねない事故でした。